チームはこれがリーグ戦では12度目の対戦となります。ここまでは松本山雅の8勝、水戸の1勝、2つの引き分けという過去の戦績、まあ、松本が大きく上回っています。昨シーズンアルビンで初めて水戸が松本相手に土をつけました。まあ、最終ラインは左に福井が入ることが時折ありますが、ほぼ不動のバック4です。右に茂木、左に木村、中盤センターは小島と前、在最前線には今日はジェフェルソン・マイヤーのバティスタ、伊藤亮太郎は今日はベンチスタートです。一方の松本です。こちらは前節横山 FC 戦から2人スタメン変更となりました。岩上、中見がベンチスタート、代わって田中ハイマ、そして山本博樹が入っています。スペースに流れてマイヤーノ、左足モテギ、まあ、いいんじゃないですかね。こういうピッチ状況です、有効ですね。そうですね、まあ、切り替わった瞬間の最初のパスがバイアーノに入ってから、まあ、押し上げ、まあ、いい距離でのモテギのサポートでシュートまで、まあ、一連の流れ非常に良かったんじゃないですかね、はい。を貫いたこともありまして、この辺りもいろいろ工夫は見せてくると思います。セカンドボール、木村が拾いに行く、シュートだ、おーい、先制水戸、すごい抜きましたね。セカンドボール左足、木村が振り抜きました、水戸先制。いや、素晴らしいゴールでしたね。やっぱりピッチがスリッピーなんで、まあ、ダイレクトの判断とコースと伸びましたね、手元でね。ここでワンバウンドしてるんで、まあ、いい判断ですね、はい。まあ、これセカンドボール転がった時にもう木村はシュート打つイメージしっかり持てたんじゃないですかね、後ろからもう一度いいのが上がってきました。取り返してジエゴ、ジエゴ、ジェフェルソン・バイアーノが前、バティスタゆっくり中に入っていきます。バイアーノ仕掛ける、バティスタへ、決定機でした。水戸、ブラジル人の3人でチャンスを作りました。作りましたね。あそこのもうボックスの中入ったらなかなか足出すの難しいですし、まあ、ここからね、まあ、ワンフェイク入れて縦へのスピードも速いですし、一番届くサイドから木村のコーナー伸びてくるボール、ファーサイド、ジエゴのヘッド折り返し、ミス、ジエゴの折り返しからバティスタ、ここも決定機でした。決めたかったですね、。まあこれもおそらく準備してきたプレーですよね。でのその辺りの受け直しがちょっと不十分であると、はいはい。ここは流れて山本のクロス、中4枚、あとキーパー触ってこぼれたボール、シュートだ、田中ハイマの同点弾、松本追いつきました。いや、もう今の場所しかコースなかったですね。今のシュートコースは本当に素晴らしかったですね。まあ、サイドの角を取って、まあ、少しこう滞空時間長いボール、まあ、水戸の選手たちが少し見合ってしまいましたけどね、まあ、よく打ちましたね、まあ、ボールが落ちた場所も非常に良かったですし、うん、壁山と茂木1枚、キッカーセルジーニョ、いいボール、逆サイド流れた、足元下げて藤田のシュート、よくクリアしました細川。セカンドボール拾ってから枠飛んでましたかね、さあクリアボール前線は高崎、そして伊藤真希と、こぼれ球拾った岩上、高崎へチャンス、高崎運んでフィニッシュ、キーパーセカンド、ここは田深い、今追加タイムに入りました。
中は3分です。バイアーノ、バイアーノ拾って伊藤亮太郎、決める力を持っています。バイアーノ、伊藤亮太郎よく触りました。松本ディフェンス、やっぱり伊藤亮太郎アイデア持ってますよね、時計を見た主審、そしてタイムアップのホイッスル。雨の中の死闘は1対1でタイムアップ、両チーム勝ち点1ずつを分け合いました。